N. H. K. をぶっ壊す。私の戦闘力は五十七万です。五十三万やったかな。間違ったええー、N. H. K. から国民を守ると、立花孝志でございます、えー。最近マックさんがね。あまり。ネタをしないので。ちょっとマックさんのいつもの感じで。十度、二十度、三十度。十度、二十度、三十度。ね、私、結構二年前まで。 あのきこもりっていうかね、メンヘラだったんですよ、ニコ生のおかげで結構元気になって、このように東京都知事選挙に立候補できるまでになりました、えー、スマイルセラピーをしてたんでね、結構良かったです、マイナスからプラスネガティブからポジティブへっていう感じで、マックさんのネタも終わって脱ぎます。熱い 以上うわなんか脱いだらごっつい、違う世界や。えー、ということで、すいません、ふざけましたが、改めまして、えー、東京都知事選挙に立候補しております、NHK から国民を守ると、田島ら橋でございます、どうぞよろしくお願いいたします。えー、ということで、NHK をぶっ壊す。ありがとう。えー、私が東京都知事選挙に立候補したあ理由、まあ、 これねね結構夢だったんですよ、ね、NHK の放送に出て NHK をこうぶっ壊すっていうのがねで、まあ、ぶっ壊すとかそういう非常に危険な表現をしているんですが、まあ、笑顔でぶっ壊すってやればですね、えー、皆さんもう何何言ってるんだろうなっていうことでまず注目をしてもらうことがすごく大事なので、えー、そこから始めました。ととにかくやっぱり古いいものを壊さないと 新しい良いものができないので、えー、とにかく今回、都知事選挙に出てですね当選するとはもちろん思っていませんそ、そこまで僕もバカじゃないです、ただ NHK をぶっ壊す、こういう元職員が、ね、いて、えー、NHK から被害を受けておられる方がですね勇気を持っていただければいいなと思って、えー、立候補させていただきました、えー、この人、都知事が目的じゃないコメント読みますよ、僕はね、普通に。あのね 今回は無理今回はねあと3日で巻き返すのは非常に難しいテレビが邪魔してるからでもね、えー、その次とかその次その次の次ぐらいは十分可能性があると思ってますから是非ねえー 真面目に話をしていきたいと思いますが NHK をぶっ壊さなきゃいけない理由はいっぱいあるんでただ僕がいちいちここで説明をしなくても大体分かってると思うんで簡単に言いますまず NHK の職員の給料高すぎます1800万円ですよ年間もらってるの1ヶ月150万円平均でもらってます高すぎるでしょで何してるかっていうとねこれ本当の話ですあえて放送でも言いますが NHK の人ってね朝からねお酒飲んでるんですよ局内で。 これ、ね、全員じゃないですよでも僕の所属してたスポーツ放送センター長がねもう朝からまず酒飲んでます昼も酒飲んでますでね中にはね局内で普通にセックスしてる人も本当にいますで、ね、記者クラブに行ったらかけマージャンとかねこう賭博をしてるんですよいわゆる株とか恋恋とかそうしてるんですよこ本当の話あのー、この間誰かに聞いたらねちょっと NHK じゃない人に聞いたらやっぱり未だに、ね、記者クラブではあのー そういうい、ね、かけごとをしているっていうのはこれは真実なんですよ。僕は NHK に20年いましたから19年4か月いました。でそんなことをですね「週刊文春に」にそのねリークしたっていうか内部告発をしたんですよ。そうすると立花お前がおかしいってなって11年前に放った僕のお文春のね夜文春法は不発だったんですがあまあ,あ11年の時を経て今あ都知事選挙に移行こうしてですね NHK の放送で NHK をぶっ壊ってこうて、ねえー、やれるところまで来ましたで他に、うん、NHK の職員、犯罪が多いです、ね、NHK ぶっ壊さなきゃいけない給料が高いだけじゃなくて、ね、局内でアホみたいなことばっかりしていて、えー、給料が高いだけじゃなくてその犯罪が多いんですねで、僕が数えただけでも12年間で87件約50日に一度のペースで犯罪しています。 えー、これもね、えー、政見放送とかで言ってますから割愛しますでえ集金人ね一番厄介なの集金人ですよこんな NHK にねお金払いたくない当たり前でしょ局内でねアホみたいなことばっかりしてて高い給料もらってて犯罪ばっかりしてるこんなところにお金払ったら暴力団に見かじめ料払ってるのと一緒なんですよそうすると払わないって選択が正しいんですよ NHK の人間文句あったらほんま言ってこいよっていうのよこれ。 あなた,たちこうやって公共の電波まあ,まあ公共の電波じゃないけど都知事候補がここまで NHK 辞すってるのよあなたたち局内で酒飲んでるとかね局内でセックスしてるとかねあのもう一個なやったかなあのーえーそうかけことしてるとかね高校野球でもかけてるでしょあなたたち高校野球の中継とかしながらねどこの高校が優勝するとか職員同士かけてやってるんですよこんな会社でお金払わなければね 来来るるののがが暴力団よような就勤人が来るんですよこ,れこれ皆さん経験してるでしょこれこの間 NHK のスタッフにも言われましてよ「僕 NHK の仕事をしてるんですけど僕の家に集金人が来て金払え」って文句言われましたって,ってそれぐらいとにかく多くの人がこの集金人の被害に遭ってるのでこれなんとかしなきゃいけないですねでそれを東京都知事になったらどうするのってよく言われるんですがこれ都知事ってむちゃくちゃ権限がありますからとにかく NHK ぶっ壊しますか ぶっ壊しますあの東京だけでもねスクランブルかけさせるとかそういうことしますけど、あのー、当然ね僕さっき言ったように今すぐ都知事にはなれないので慣れなくてもぶっ壊します。NHK ぶっ壊す理由は大体皆さん僕の YouTube 見てもらったら分かるんで YouTube なあのニコニコ動画ね、あのー。具体的にぶっ壊したら まあぶっ壊す理由あの方法だけちょっと3つ簡単に言っておきますと、いらねっ h k って言ってね今、NHK だけ映らないアンテナっていうのができてます。この間、裁判20日の日に判決が出てですね負けました、僕。でも負けましたけど裁判長は取り外すことができるから。 だから契約しろというか、ね、受信料払えという判決だったので今度はそれを溶接をしてもう一度裁判にチャレンジしようと思っています一つ目はいらねち NHK け NHK だけ映らないアンテナ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 いらねち系これを普及します二つ目来月26日に判決が出ます、えー、どんな判決かというとワンセグですね えー、携帯電話、カーナビのワンセグで受信料を払う必要性があるのかどうか、これ出ますから、あまず勝ちます、えー、NHK から金返せってこういう裁判を、ね、やっていきます。で3つ目、今ね、ね白で、えー、2人持ってくれてるこの撃退シール、実物大はこれです、今、ポスターほとんど僕、これを貼ってますけどね、選挙ポスター、これね、魔法のシールですよ、なんとこれを貼ると NHK が来なくなる、集金が来なくなる、あの暴力団のような集金が、ね、来なくなる、魔法のシールです。無料で皆皆様様方全国の皆様におく ということで、まあ、NHK がぶっ潰さなきゃいけない理由そして NHK をぶっ潰す方法について今お話をさせていただきました、えー、そして都知事候補というとここまでは僕は NHKNHK をぶっ壊すっていうことはあ都知事になってもならなくてもやりますこれはもう私の宿命ですしもう命がけてこれはやります、えー、そしてですね都知事になったら 将来なる可能性があるのでいっとあのお話をさせていただくと私が都知事にあったらインターネットはすべて無料にします通信費からあそういったパソコンの購入費スマホの購入費これも当たり前なんですよえっと思うかもしれませんがテレビがなくなったら当然ネットで情報を取りますよねで緊急災害報道というか都知事が一番やらなきゃいけないことは都民の生命財産生命を守ることでね一番大事なのはやっぱりパソコン通信なんです。 今どこどこで地震が発生しましたよ。今どこに地震が発生したからどこに逃げるんだ、どこで被災、あの被災ごめんなさい、どこでね、食料や防寒具、そういったものをもらうのか、あこういった情報というのは必ずネットで、その駅にここだった、今六本木ですけど、六本木で地震にあった場合は、どこに行くのかということを、情報が入ってくるのはテレビじゃなくてネットですから、こういうネットに関しては、皆さんが無料でね、 もう中学生ぐらいから無料で使えるような形にやっていきます。で NHK があるから今おかしなことになってるんです電波というのは NHK も携帯電話ねスマートフォンなんかも同じ帯域を使ってますからその NHK がたくさん使ってるんですテレビ局地上2波ラジオ AM2 波、F えー、ラジオ FM2 波 FM1 波衛星2波これだけじゃないんですよ。 NHK はニュースの電波とか送るために FPU っていうのでいっぱい使ってて NHK がなくなったらいっぱいその携帯電話のあれが上がるんですあの利用できる、ね、電波機がこれ国民共有の財産ですからねで今僕 NHK ぶっ壊すとテレビも民放も潰れるんじゃないかなと思います相当憎しみがあるんだろうなそれはそんなことないですよコメントちょっと読みますけど。 あのー、NHK のことが好きだからこんなことをしています、ここは誤解をしないようにしてください。NHK が好きで NHK に入局し、そして、えー、NHK が好きだから国民のために内部告発をし、NHK が好きだからこんなことをしているので、そこはね、ちょっと間違えないように NHK をぶっ壊す、たまにはこんなポーズも入れながらね。えー、とにかく、あのー、ネットの使用料を無料にしてでき最低限のインフラ整備ですよ。だから ビジネスでも出先のところでパソコンをどこでも使えてプリントアウトまでできるとかこういったことまで無料でできるようにしないといけないと思っています。であと生活保護の問題やっぱり現金じゃだめなんですよお金を渡して生活保護受給者を救うっていう考え方はも明らかにおかしくて、ね、それは病気高齢怪我で。 動けない人がほとんどなんですよ、一時的な生活保護受給は別ですよ、将来がある方はね、でもこの先、どうやったって生活保護から抜けれない方については、現物支給です、医、食・住・医療、介護、こういったものを現物、いわゆる施設に入っていただく、そしてその施設で給食を召し上がっていただく、そしてお医者さん24時間、介護も24時間、そういった施設に入っていただくことがすごく大事。で 受けけるだけじゃなくて必ず返すフードスタンプがそんなんではなくてね必ず自分が体調がいい人は給食を作ったり施設の掃除をしたりそして子どもの面倒必ず今待機児童の問題多く避けられてますけどもこのお年寄りこの人たちの力使いましょうよどっちかっておかしいでしょ社会に貢献できる人か社会から支援してもらわなきゃいけないのかどっちかに色分けしなきゃいけないんじゃなくて。 これはできる体調がいい時は子守りができる給食作れる施設の掃除できるそういうような形にすれば、えー、少,子化少子高齢化問題もちょっとはマシになるだろうし待機児童の問題とかも解消されるんじゃないかなと思います例えば待機児童の問題ねその保育士さんの給料を上げればいいそんな簡単なこと言いますけどその給料を上げたらじゃあ別の人たちがね、あのー、別の仕事からそっちに入っちゃうとそっちの仕事がまた 人手がいなくなって介護の方が人手がいなくなってってなってきますから、あのー、そういったこともできるだけ高齢者の力を使えるような社会にしていきたいと思います生活保護の問題だけでもそれだけ、あのー、違ってくると思ってます他にもねいっぱいやりたいことがありますこれは本当にあに、のー、都知事になったら、あのー、水道の問題なんかもね本当はもっと地震が起こった時にはいつでも水道が、ね、取れるようにこうなんていうんですかね水道の管があって。 途中でこう大きく貯めてまた遅い細い間に戻していく各駅ぐらいにね、あのー、大阪府の大都市なんかがやってるんですけどこういうことを東京全然できてないのでこんなこともしたいと思いますまあいっぱいやりたいことはありますですから NHK をぶっ壊すと言ってますが NHK をぶっ壊すような力があるそういう人が政治家をするべきだと思ってます真の政治家だと思ってますから、あのー、そういうまずね 日本で一番大きな既得権益は NHK なんですよ。一番いらないでしょ、NHK って。1ヶ月2230円も払って何をもらってるのか、ね。水道、電気、これ毎日使うじゃないですか。毎日使うものに対して当たり前のようにお金を払うで。でも水道も電気もお金払わなきゃサービスが止まって命も死んでしまうんですね。命も止まってしまう。 でも NHK なんて見なくたって全く問題ないし NHK の NHK 自らの調査でも半分しか NHK 見てないんですって半分しか見てない人に金を払えて暴力団をつき。 派遣するからこんななこことになってるでこれを政治家がなぜ改正しないのかいわゆる改革しないのか政治家たちが NHK からいっぱい利権をもらっている AKB のチケットもらったりジャニーズのチケットもらったり大相撲のチケットもらったりとそういう政治家国会議員と NHK の癒着が続いている以上はどうしようどう誰も NHK を潰すことができない僕以外に NHK ぶっ壊すなんて言ってる人多分いないですからね。 ですからまず NHK という既得権益を破壊する力がある人そういう人が政治家になってこういう都知事になりそして国のこの国を仕切っていくような引っ張っていくようなリーダーになった時に初めて正直者がバカを見ない日本になると確信しています私は NHK をぶっ壊しますそしてぶっ壊した後素晴らしい未来を提供する自信があります最後にせーの NHK をぶっ壊 フフフフフ。<music>